はい、動きがあったテーマセクター、個別の材料で同意づいた銘柄を小型株を中心に見てまいりました。アトラクティブストックスのコーナーです。デイリーマーケット情報の方でですよ、試しに字幕をつけてみたんですけど、なかなか大変だとこれは結構なですね、めんどくささであります。このちょっと時間を使ってやっていくっていうのはなかなかのことだなということで、それにペイできるぐらいの視聴数があればやりたいなとは思うんですが、ちょっとなかなかこの現状ではよっぽど時間がある時だったらできるけれどもっていう、そんな感じです。はい、一旦やってみたところそんなところでした。なかなかちょっと難しいですね。銘柄名のテロップ出すとかですね、いろいろ大変です。はい、これもな、 YouTube だけで暮らしていけるようだったらそれでもいい、そういう形で凝っていってもいいんですけどね、なかなかちょっとということですので、あとデイリーマーケット情報の方でコメントを触れ忘れました。ピヨピヨさん、ありがとうございます。ハッピーバースデーということで、ありがとうございます。日経平均も良かったということで、ラメゾンデュショコラのチョコケーキとシャンパンで祝ってますよと。なかなか豪勢な、ありがとうございます。今年残り3ヶ月、日経もダウンもさらに上げると嬉しいですね。そうですね、まあ、やっぱり年末高いということを、ね、もう年の後半3ヶ月は基本でやっぱり高いという可能性が高いし、ね、ダイワー証券のレポートによれば、上期が高ければ下期も高い。上期が 10% 上がると下期も必ずプラスだって話ですよね。だからこの4、9月期が高く 10% 以上プラスになった場合は、10% でいいのかな、うん、下期もプラスで終わるということらしいんで、まあそれを信じていきましょうということであります。小型株ですね、マザーズ指数がマイナスだったよっていうところで、まあ要因はこの2つであります。創生が69円安、1302円、 5% 下落。ここで随分頑張ったんですけどね、すぐ売られちゃいますね、こういうのは。なんどうも買い続かないんですよね、この辺ね。そしてあとメルカリ、ここもマイナスへの寄与度が大きかった。145円安、3610円、3.86% マイナスということで、この2銘柄のマイナスが大きかったところでありました。という、マザーズ市場なんですが、そうですね、じゃあ個別の材料を見ていきましょうか。あれが結構そのキャッシュレス関連が今日良かったなっていう感じで、まあ、ストレートビリングシステムとかですね、610円だから7520円、 8.8% 上昇。なんか大阪府の税金の決済で、税金の支払いで決済アプリをでの決済が開始したんで、まあ、それの導入でうんなどといったところでビリングシステム上昇しているということだそうです。あと消費増税に関して、そのポイント還元をなんかキャッシュレスでの形で、ポイント還元ができるような、そんななんか話が政府から出ているとかっていうことで、 GMO ペイメントゲートウェイ、570円だから7610円、 8.1% 上昇。フライトホールディングス、100円だから1361円、 7.9% 上昇。オプトエレクトロニクス、128円高、1000飛び1円、14.66% 上昇。1000円台突入ですね。あと、ヴィンクス、81円高、1520円、5.8% 上昇。ちょうどだから、その、キャッシュレス決済のですね、いつも、いきなり途中でお知らせを挟み込むんですが、たびたびお伝えしているホスピタリティ .com のこの、ちょっとまたサイトの、あれが何ですかね、フォームが変わりまして、この HDC 総研コラムのホスピタリティ財というところ、先月に、更新されましたコラム、こちらの国内ホテル開業ラッシュに見える潮流と課題みたいなところ、こんな、記事書いておりますので、ぜひご覧ください。で、今月
キャッシュレス決済のことを書こうと思いまして、ちょうど。で、っていうのを今書いておりますので、また更新されましたらお伝えしますので。はい、というちょっとタイムリーな話題でしたね。今日あと、あれね、デイリーマーケット情報でお伝えし忘れたんですが、ナフタが3カ国協議を維持するっていう話題もお昼に入ってきたりとかして、その辺もある程度影響あったでしょうねっていうところでありました。まあ小型株にそんなに影響するってわけではないんでしょうけれども。で、あと、ネオス、これもポケトーク関連、この週末いろいろちょっと見ておりまして、で、家電量販店、まあ、ベタにヨドバシか、久々にヨドバシカメラとか行ったんですけど、ヨドバシとかビッグカメラとかに行ってみたんですけど、ヨドバシなんかすごかった。各階にポケトークと、ハズキルーペが、各階にポケトークをまあ、各階に置くのはまあ、わからんでもないと。結構あれでしょうね。広告宣伝費金かけてんでしょうね。そうですね。あ、さんまさん使ってますもんね。相当な金額ですよ、あれきっとね。で、まあ、そのポケトークとハズキルーペの展開がすごかったと。ハズキルーペもなんか高く買いぐらいにある勢いだったら、そんなに置くもんかねと思ったんですが、まあ、ネオス、ポケトークからね、85円高、945円、9.88% 上昇です。とは、これも忘れてた。IT4、キャッシュレス関連ですね。IT4、44円高、1030円、4.46% 上昇。外がうるさいんですが、気にせずいきます。あとは、こちら、公募増資発表しました。アジアパイルですね。売られております。103円安、747円、12.12% 下落。あとは、こちらもマイナス、ハピネット、上期の、営業利益情報修正もしたんですが、出尽くしだそうですね。かわいそうであります。202円安、1795円、10% 下落です。あとは、アダストリア。紙機大幅減益となりました。アダストリアでもプラス、ずいぶん売られて戻ってきたよ、なんかそんな感じしたんですよね。もうある程度悪いっていうのは織り込まれているような気がしたので、まあそこを確認して出尽くし、悪材料出尽くし的に13円高1531円、 0.86% 上昇。あとは今日のタテルは、まあ多少、もう落ち着いたかっていう感じですかね。買い戻しも一巡っていうところですか。14円安、724円、1.9% 下落。あとはですね、オークファン。自社株買い発表しました。80円高888円、9.9% 上昇。上限10万株の自社株買いと、あと株主優待新設を同時に発表して大きく買われております。あとは、富士ソフト SB。85円高1065円、8.67% 上昇。10月5日に東証2部に指定買いとなります。で、情報修正発表しました。岡山製紙、営業利益の見通しを3億6000万円に情報修正しております。上期ですね、上期の営業利益3億6000万円と。あとはバイオ、 GTS、 人生貧血患者向け製剤のバイオ後続品で医薬品製造販売承認を申請したということで、15円高1014円、ちょっと押されました。1.5% 上昇。ウィザース、学研との業務資本提携契約というのを先週末お伝えしましたね。23円高427円、5.69% 上昇。随分上髭つけて、下髭も大きくつけてますけど。続いて、
イメージは、東大発ベンチャーで医療画像解析技術開発のエルピクセルと業務提携契約を締結したということで、結局変わらずになっちゃいました。残念。下方修正発表しました。トライステージ、15円安380円、 3.8% 下落、安値更新ですね。エスメディオ、あ、間違えた。ウエストホールディングスの業務提携発表しております。43円中1394円、 3.2% 上昇。そのウエストの方はどうなんでしょうか。ウエストホールディングス4円中771円、 0.5% 上昇というところです。あとはちょっと私の直近 IPO の注目銘柄、ブロードバンドセキュリティ、やっぱり高いですね。もうまさに今の中心テーマみたいなところなんで、もうちょっと上がっていっても全然おかしくないと思ってますんで、セカンダリーで行きたい方は、まだ行けるんじゃないかなと思っておりますんで。いや、もう初日これ買うべきでした。なんて言いま、でもいいって言いましたよね、私ね。5000円ぐらいまでは。まあ、500円高2649円、23.27% 上昇です。ソフトフロント、ソフトフロントホールディングス、今日は高い。50円高160円、45.45% 上昇。自然界は AI プラットフォーム、コミュボか。製品化、提供開始だそうです。オークは47円高1204円、 4% 上昇。上期の営業利益前年同期比で 165.1% 増となりました。10億3700億円ですね。で、着地素晴らしい。ロコンド、よく CM 見ますね、デヴィ夫人のやつ。92円安1632円、 5.3% 下落。9月の e コマース受注高、前年同月比 49% 増だったんですが、過去最高更新できませんでしたというところで、ちょっと出尽くし売りだそうです。厳しいですね、はい、というところでありました。はい、そんなとこですかね。ちょっとデイリーマーケット情報の編集にすごく時間を使ってしまいましたんで、この辺でアトラクティブストックス終わりたいと思います。この後は、静かですが、明日はこれを買いご覧ください。